しもし、かほこです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということでね、すごく寝癖がひどいし、顔もね、未完成なので、未完成っていうか、もう何もしてない状態なので、すごい汚いんですけれども、最後まで見てほしいんですけど、今日は何をするかっていうとですね、はい、髪を染めます。イエーイ。で、私ずっと言ってたんですけど、キングダムハーツのね、カイリちゃんがすごく大好きで、この子にね、なりたいんです。だから今日は赤髪にしていきたいなって思います。2020年になったっていうことで、赤く炎のように燃え上がりたいなっていう気持ちも込めまして、赤髪にしていきたいなって思います。プシュプシュプシュ、ヴァンパイアレッド、パープルヘイズ、どちらもちょっとしか入ってないんですけど、髪が短いので多分足りるかなって思います。じゃん。本当にね、ちょっとしか入ってないんですけど、で、いつもの髪染めるときに着てるミニチュアの T シャツ、汚いんですけどね。皆さん、お正月は何してますか？お正月ってね、やっぱりいっぱい食べ物食べちゃうよね。数の子とか、海の幸。私は芸人さんがすごい好きなので、お正月ってさ、漫才とかコントとか、なんかそういう芸人さんがすごい出てる番組が多いので、すごい好きです。あと、芸能人の格付けチェックもすごい大好きです。ガクトさんかっこいいから毎年見てます。今回はね、赤髪にしたいので、紫はちょっとしか使わないですね。こちらにトリートメントを入れていきたいと思います。まあ、かさ増しみたいな感じで、これぐらい結構入れた。全然入ってない紫。スプーン一杯入れます。私みたいな汚い髪色でも、赤色って結構綺麗に入るイメージ。ついちゃった。ものすごく毒々しい色です。めっちゃブス。インドジアのインドジアのインドジアのー、時計回り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 反時計回り、それでもあの声は求めてる道の旅へ踏み出せと、道の旅へ。おーおーおー、はい、ということで混ぜ終わりましたので、早速縫っていきたいと思います。でね、私ね、手袋をね、用意するの忘れてたの。だからビニール袋を手袋代わりにしていきたいと思います。パンパンスパパンパンス。輪ゴムを用意しまして、輪ゴムをこうやってつけたら、あら不思議、親指が出てきた。人間はもともと猿だったわけじゃないですか。アウストラロピテクス、クロマニョン人、ジャワ原人ってどん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 人間になっていって、すごい賢くなったよね。だから私たちは知恵がたくさんあるからさ、ゴム手袋がなくたって、こうやって知恵をね、絞って頭の中を回転させたら、すごいこういう感じでできちゃう天才。ではつけていきます。カイリになりたい。うん、わお。てか鏡用意するの忘れた。えぐグロ。うん、鏡用意すればよかった。全然何が何だか分からへんもん。怖い、この色。こういうところもしっかり塗っていきます。何も見えません、何も見えません。ピエンピエンピエン、ママミヤ。はい、ということで塗布完了いたしました。しっかりとね、櫛で溶かして、ムラなく塗れたんじゃないかなって思います。多分結構ね、塗るのが難しくて、だいぶはみ出しちゃったんですけど、これなかなか取れないんだよね。はい、洗い流してきました。じゃん、すごくない？すごい、すごい。
真っ赤っかになったの。洗面所で洗い流したんだけど、洗面所がね、真っ赤っかになっちゃって、カビキラーでね、落とすのがすごく大変だった。でも後ろがね、どうなってるのかわかんない。どうですかね。イエーイ、天才的です。天才的、ほぼ帰り、ほぼほぼ帰りです。めっちゃ可愛い。はい、ということで髪はね完成したので、メイクをしていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでメイクが完成いたしました。イエーイ。だいぶ帰りになったんじゃないかなって思います。どうですか。どんな時だってたった一人で運命忘れて生きてきたのに、突然の光の中目が覚める、って感じじゃない。ということで、私がキングダムハーツの帰りになるプロジェクト大成功です。イエーイ。どうですか。やっぱりカイリーちゃんはね、すごく美少女なので、私の顔面ではちょっと難しかったんですけれども、それなりになんか雰囲気は出たんじゃないかなって思います。チョーカーとかもねつけちゃったりして、うん、この T シャツね、すっごくお気に入り。ここにカイリーちゃんがいます。後ろどう？なんかかっこいいち、綺麗に染めれた気がする。やっぱり赤って初心者でも割と綺麗に染まる色かなって思います。橋本環奈ちゃんになりたい。はい、ということで、この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。